痛いんやろ。痛い、うん、やっぱり34やからな。今日誕生日ですもんね。今日誕生日なんですよ。ありがとう。今日誕生日ちゃうよ、オンエアが。ああオンエアの、あの、まあしかしあれですね、びっくりするぐらいプレゼントもらえませんね。今日でもこれ誰か持ってきてないの。ないもんな。いやもうだって別にあんたそんな持って帰るか言うたらまだどこ触ってんの。昔はあったんですけどほんまないですよね。あのなんていうの、スーツくれたりとか、あとなんか私を食べて的なものとかありましたね。あ、そう、私を食べて的なものが、的なものものが、まあまあはっきり言えへんけど、まあ、ええ、うん、まあ食べましたけど。食べたんかい。まあまあむしゃむしゃ食べましたよ。そういうのはもうやっぱり34にもなるとないな。なんでやろね。なんでやったって分からへんからな。もうあれかな、おっさんやからかな。多分こいつもうって知らなかった。俺がこう乗ってきたら重いんかな。いやそれ関係ないやん。それおっさんやから重いわけないやん。それは見た目で分かるわ。なんか重いんやろな。もうおっさんやし、もうなんかもうはぁ、あ、はぁ、あ、言うとるから、はぁ、あ、はぁ、あ、言うとるから、あ重いと思うね。笑うてやるかい。なんやねんな、お前が言うたんや。そしたらおっさんやった。何欲しいの。何がですか。プレゼント。いやだからやっぱ私を食べて。いやもうそれ以外で。それ以外で欲しいもんは品物的なことやね。何やろうな、何もないな。何でも持ってるもんな。いや何も持ってないですけど、ないな。まあ強いて言えば7半。いや乗れるって。乗られへんよね。俺こんなんとか乗るで。無理無理そんな。あといろいろあるでしょ、すんごい。なんかこんなんとかあるでしょ。ハの字なってるんですよ、知ってる。いやまああるやろうけど、うん、こんなんやで、うん、乗る。乗るって言われても。乗る言われてもあれやけど、うん、それぐらいかな。ん、あとキャンプセットかな。一人の人はいっぺんには無理やわそれ。あそう、うん、一人の人って。俺ファン一人かい。違うわ、一人のファンの子が例えば私で看護を買いましたとか。分かった分かった分かった、そういうことですよ、はい、こうみんな寄って。はい分かりました。じゃあキャンプセット。一人でセットは無理やから分けたれよ。7班。なんか分けたもんね。そういう分け方ちゃうわな。キャンプセットも山ほどあるわな。テントもあれば、そのバーベキューするようなこんなんもあるし、一人では買われへんっちゅう。なるほどね。もうこの俺の魅力っていうのはやっぱり分かれへんのかな。今誰ですか。もう今はあれでしょ、なんかもうビーチボーイズとかあるでしょ。あの二人組がもう、はいはいはい、だってソリマチがヘイヘイ来た時もすごかったもんね。もうパッて、あ、階段の上に現れただけでキヤーって言って、ほいであのガキグラサンしてやがって、グラサン。おっさんですよ、ギーヤー言って、ほいでまたなんか話の途中ではめたんやな。はめたらまたギー、延々終われへん。ね、それぐらい人気があるということで、うん、まあ言うときますけど、あんなんとやってもあんま面白くないですよ。俺ぐらいになってけへんかったら。ちょ、何やね今日は。溜まっとんの。さっぱね、俺ぐらいになってくるって。何そうです、それ。な、何微妙に何そうちょ、動かしてみ。俺ね、普通の人より明らかに速いのが分かる。どう動かしたの。ちょ、指ちょっと動かしてみ。この2本でもいいよ。うわ、遅っ。日本一緒やん。違う違う、帰ろう。下動かしてみ、下動かしてみ、下出してみ、下動かしてみ、うん、ルルルルルル。ああ、違う。無れへん。
い濡れへんこんばんは。昔マーライオンを飼ったことのある松本さんに質問です。はい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 。僕もマーライオンを飼いたいのですが、どこのペットショップにも売っていないのです、うん、はい、マーライオンのことを思うと夜も眠れません。はい。そこで松本さんに正しい捕まえ方と育て方を教えてください。はい。マーライオンは皆さんどこぐらいまで知ってますかね。マーライオンってだからどこやった、シンガポールでほら、そうそう、なんかライオンみたいな顔でこっち側がなんか魚みたいなやつでしょ。そうです、そうです。あらいないですもん。いやいや、いない言うたって現に飼ってたわけやからね。でそして2匹殺し死なしとるわけやからね、交通事故でお前引きずって歩いてたの手も足もないんやで、魚やから。殺してしまっとるわけやから、僕は買ってましたよ、それは絶対に。どこで購入されたんですか。まずペットショップには売ってないんですか。シンガポールですはい、はい、シンガポール。まあ、僕が買い出した頃はまだこんなんでしたよ。あ、そうなん。だからもうチョロロ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 ロ何それ何それ。水やがな。いや分かってるけど、いやそんなボケはええかな水がちょろろろろって出てる感じでした。まだ子供でしたからね。うん、それ持って帰ってきはったんや。持って帰ってきましたね、うん、はいはいはい。もうだからあれ持って帰ってくるのが大変なんですよ、うん、やっぱりビニール袋とか何枚も重ねて持って帰ってけへんのったら、もうカバンとかビチョビチョになりますから。それ何ローション違う話してる口から水が出とるわけですよ。いや、そのボケはええって。じゃあボケじゃなくて、マーライオンっていうのは口から水がガーッ出るんですよ。そんなんええねん実物の話をしてくれ。あいや、俺が聞きたいのは生きてたんやったら例えばどんな食うもん食うてたんやとか。ああ、いいですよ。いや、そういう話を聞きたいんだけど、ずっとあんたが水がガー水がガー言うから、うん、そっちの話はまあそれはそうやろうけど置いとくの、置いといて。何何何、買ってたんやったら買ってたなりに、うん、あるじゃないですか。何がある、どういうもん食べてたんやとか。あ、バナナとかですよライオンでしょ。ライオンですよ。バナナでいいんですか。バナナとかも食べますわな。うん、そうだね、うん、なんか繋いでたん。もうなんかやる気なくなってるやん片方もうやる気ないやん。片方ってどういうの。ダウンタウンの片方やる気ないこのハガキがまた腹立つの。いや腹立てへんけど、うん、ちょっと痛いんかな。松本さんは最近可愛すぎます分からん。もっとカッコ悪くなってください。可愛すぎる言うてますせ、うん、どうします。もっとカッコ悪くなってくれ言うてますわ。僕もそう思うんですけどねでもしょうがないじゃないですか。何がいいな、そのカッコよく可愛く思われてしまうのはね。あ、例えば今日のお客さんでも、うん、まあほとんどの客がね、うん、やっぱり僕が可愛いからこう来てるわけですよいや、そりゃそうでしょ。だからそこが僕はね、やっぱ困るんですよ、うん、でね、僕はもうずーっとそうなんですよ。え、ずーっともう可愛い可愛いで来てるわけですよあ、そうなんですか。もう小学校の時も担任の先生にいたずらされたりとかもうずーっとそうなんですよ舐め回されたりとかバイト行ったらもう店長にお尻触られた僕も無防備なんかも分からへんけどねなんかだるいわだるいけどおもろいけどなまあまあ、じゃあいいですよ。松本が可愛いぞっていう人いますかね。やっぱこれぐらいいるわけおもろいな。一人も手挙げてないよ。あのな、ちょっとだけやけど落ち込んだわ。というか
ね、いや別にね、いいんですよ。ねえ、丸本さん。一人もおらん。いやいや、いいじゃないですか。いやいや、いいじゃないですか。それが現実なんだから。ほんでね、小綺麗にせえとは言わんけど、はい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 、やっぱある程度人前に出るんやから、ええええ、小汚い。、うん、ちゃんとしときゃ、まっちゃんかっこええやんって思われんのに汚い。そうですかね、うん、もうやらんすぎる。確かにいつもスリッパですから。そうですよ、これには僕もビビってるんです。自分でビビってんの、はい、でも自分で玄関で履いて出てくるんでしょ。この格好でジャガーとか乗るでしょ、はい、やっぱ偉いもんで、ね、ジャガーもビビってます。ジャガーの前が見よるもん。いや、ええねんええねんって言うから、前向いといたらええかなって言うから。まあ、確かに。ほなもうその前もビビらさんように、前もビビらさんちゃんとやった方がいいんちゃうか。じゃあ、マーライオンの飼い方を。いやいやいや、もう飼える。あ、そうですか。どうも。失礼します。落ち込んでるやんか。一人ぐらい手上げだったらええの。ほなと大変やねん。元気なんですか。元気じゃないですか。なんか久しぶりなんだね。うわ、手振ってるで、おい。そうね、客もだから多いですよね。なんかね、まあ、これもまっちゃんファンで埋め尽くされた。うん、脱がしなかったボケ。なんかあれですよ、最近はいいことがないですね。ついてないね。あ、そう？ついてないですよ。で、今日か、うん、今日もそうや、誰がどうしてあんなことになったんか知らんけど、うん、便器の、うん、ほれ、ウォシュレットあるじゃないですか、うん、ビャーってケツ洗った後に温風を誰かが思いっきり強にしてやがって、はいはいはい、ね、なんやろあれ、血芸の焦げた匂いがしたんだ。血芸が焦げるほど温風でいいの？いや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 、ほんとやねんて。血芸焦げたんですよ。うわー、血芸の焦げた匂いして、うわー思ってしばらくもう洗面所でもうこうなってるんですよ。そんな落ち込むほど洗面所のタオル、タイル見つめてしばらく動かれへんのって。ほんまに俺は何をされるかっちゅう、もう世の中生きてると思う。携帯のウォシュレットも持ってますよ、僕。お前ちょっとマニアやから女にシポ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 やって。それはあかん、それは僕ないわ。 やってないよ。進めようとするなよ。ダメそうなの持ってんの。違う、俺ほら疲れてきたら次郎になるじゃないですか。名前が変わりますからね。次郎やないもん。まあまあね、まあロケ先でババシャだったりで、めったにそんなウォシュレットついてるとこないじゃないですか。あ、それぐらいケツを洗いたいんや。いや、やっとかんと。ケツを洗って出直したんや。誰も出直したんやって。もうちょっと怠るとえらいことになるんですよ。あ、不潔にしてると。はい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 。あー、なるほど、ね、だからウィーン。あ、電池式なの。電池式。ほんでノズルをこうパカッとこう出すんですよ。サイボーグ人間や。俺の体やないんやから。それをパカッと出すんやん。お前それあんまり人に見られたらあかんで。それだから多分隣でババしてるやつはと、なんか隣からウィーンって聞こえてきたら何やとは思うでしょうけど。あ、そう、うん、でも極力使わないようにちゃんと朝もやるし、うん、なんかそのスタジオ入った時にはやろうとしますけど。あ、そうです、うん、ですかね。ね、どうします。この間僕久しぶりに大阪行ったんですよ。あ、そうなんや。ほんでこれの関係で。これのこれやろ。なんでヤクザのタレやねん。違う、行ったんですけど、あなた、うん、あなた知ってんじゃないですか、桜川にエロエロビルがあんの。知ってるでしょ。それは知ってるけど、足を踏み入れたことはないね。
や僕はそれを知っていたけども足を香川先生足を踏み入れたことはないねこれほんま、うん、いやこの間たまたま行ったんですよ、はいはい、地下1階から7階までもう全部エロってる全部風俗なんでしょ風俗なんですはい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 でガチャッと開けたらいらっしゃいませってもう全部掘り出した女がわあ並んでてえ何もないのなんかあるやろ違うねもうここまでこんな服やねじゃあ紐だけがこうなってるねまあまあ簡単に言うたらね、うんうんうん、でももう全部出てんねん血も全部出してんねん、うんうん、いらっしゃいませとりあえず閉めたわ1回はね1回はね、うん、もうあれ嘘やもう嘘って言って、うん、もう1回開けたらやっぱりいらっしゃいませって言ったらあそういうとこなんや何の店なんそれはそこのそこは1回やったんですよその店は1回やったんですよ喋られへんがなでこんなテーブルでお前ほんまジェスチャー多いな前は何こういうテーブルで周りこう男いっぱいおってそれ客でしょ客が、うんうん、これ真ん中スペース空いてるじゃないですか、うん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 、そこでなんかあのレスリングとかしよるんですよでそれを実況してるママがBG ガーッとかかってる中に自分のマイクのスイッチもあるからそれを交互に使い分けながらグワーッかかってて急にパッと止めて「おい今見てないか!」めちゃめちゃうまいねあのディスコのあれみたいな、うん、なんとかなんとかなんとかなんで急に「あよろしく!」って言うてそれがね絶妙なんですよだから俺それ見んとそのおばはん見てたよものすごいうまいんですよダンスダンス、うん、向こう行ってダンス、うん、ダンス、うん、と向こう行ってってパッと見たらさ、うん、壁際に椅子がこっち向きにあんねんこうやってはいはいはいここになんかタイマーあって、うん、座らされて、うん、じゃあって言ってパチッとボタン押したら、うん、父を顔に、うんそれピピ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 はいどうもありがとういやいやそれは誰のダンスやねんそいつのダンスやお前は何もせんねん俺ずっとこうやって座ったままパチパチパチ上は上でこうやってここに吹き合いこう入れてふっ風船パーンって終わったんですよ上は上でやっとんねんやっとんねんそのビル透明やったおもろいやろな外から見てたら吹き矢始まったねあここダンスかいXJAPAN の解散を最後まで引き止めていたという松本さんに質問ですXJAPAN 解散の本当の理由を教えてくださいこれはね僕が何がこれはねいや僕は情報通ですから何でも知ってますけどこれは僕がねこうテレビで言うっていうのもねどうかなと思ってでこれはでもへいへい来たんですよ ねあの YOSHIKI が、はいはい、でも YOSHIKI が目で合図するんですよいらんこと言うなと今日は秀樹と来とんねやとっていう感じのがもうガンガン来てたんで僕もいいかげんと言わなかったんですねもうでももうだいぶ経ってるしまあええんちゃうの、うん、これ言っていいかないや、園長やますか結局、あの、都市にちょっと問題がはははうんあの、都市がね、はいはい、結局ちょっとしゃくれてきてたよ、ね、お前もちょっとしゃくれとれないかどうもそれをよしきがよく思ってなかったずーっと分かってるからまああの X なら問題なかったんですよ X の頃ならねはいはい、はい、別にしゃくれてたってわかりますここポイントなんですよ、はい、X なら別にしゃくれてたっていいんですけどジャパンやん別に構えんからなんや日本人はみんなしゃくれてんのかだから僕もちょっとしゃくれてます確かに、うん、でも僕がこれよりも今以上にしゃくれてきた時は、うん、もうそれはもう解散やと結局解散イコールしゃくれなのこれはどうしても譲れないだから僕は芸能人になりたいって思ってるしゃくれは、うんうん、ピンでやらないとやっぱりよく思わないわけですよ
お前なんかでもほんまのとこよく思ってないわけです。僕がちょっとしゃくれてることに対して何クソっていう気持ちがある。俺の方が本来もっとしゃくれたいって。なんでやねん、負けへんでっていう。なんでやねん、しゃくれ度では負けへんでっていう気持ちが絶対あるわけ。よしきもやっぱあった。もっとしゃくれたい、もっとしゃくれたいってあったわけ。でも年の方がどん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 。もうええ、もうよくミスターレディの人が女性になりたくて女性ホルモンを注射しているという話を聞きます、はい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 、松本さんが週に1回女性ホルモンを注射しているのはなぜなんですか。まあこれはハッピーかハッピーじゃないかっていうとハッピーな話じゃないね、サブハッピーやね。まあ一言でじゃあ言いますとね、やっぱ不安。え、何が不安。女性ホルモンを打たなあかん。それ何が不安なわけ。あんた男やのに。まあ今日のお客さんなんかどこまで分かってるか知りませんけど、僕が大阪の人は知ってますよ。僕がデビューした頃は中性的なアイドルっていう感じ。アホやねん。中性的な子が出たよのがキャッチコピーやった。ね、朝日新聞なんか見開きでこう、ね、男なの女なの。人質を取って立てこもっている犯人が一発で観念したという伝説のテクニックをぜひ教えてください。皆さんもそういうことを知っといた方が。なんていうのかな、自分の大切な人が人質に取られた時のために考えればこれは知っといた方がいいし、はい、ハッピーかハッピーじゃないかで。もうええわ。すごいハッピーな話ですよね。まあハッピーやろう、分かってたらね。知っといた方がいい。過去その伝説のテクニックを教えたっていう。まあまあ、犯人月島覚えてますよ。月島月島言うんですか。はあ、どこに立てこもったんですかこれ。あれは日生ビル。日生ビルどこにあるの。森ビル。どっちやん。森ビルや。後の方がお前やろが。最初の方がお前訂正しとんやから後の方がお前やろ。訂正したということはそっちの方が都合がええから訂正しとんやから、都合のええ方取ったれや。ほんまお前ハッピーじゃないな。それ言いたいだけ。何階に立てこもったんですか。あれは屋上です。はい、一番上に、うん、はい、なんで立てこもったの。何がなんで立てこもったの。あ、嫁とのこじれ。こじれちゃんもつれ。別にどっちでもええやん。もめごと。もめごとで、はい、しょうもないことでまた立てこもったんやな。まあまあ、だいたいそういうもんやね。何持って。あれはね、すごいもん持ってましたよ。ドンキのようなもの持ってました。一人でドンキ持って屋上おったんや。かまへんがな。何もしてへんわ。一人でドンキ持って屋上おったんやろ。いや、人質かなんかおるんやったら違うがな。嫁を人質にとっとんの。それは今の当たり前やがな。一人でええと思うんだ。お前の話なんか一時聞いてられるか。おかっちゅ。嫁とドンキを喉元に突きつけて。ドンキはどんなもんやろ。ドンキ、お前ドンキも知らんのか。分かれへんが、ドンキだっていろんな表現あるがな。バールのようなものや。バールのようなもので嫁をこじ開けようとしてた。心をね、嫁の心を。何必死にフォローしてんの。なんか言われるくらい必死なってたのか。多分あいつはバールのようなもので嫁の心をこじ開けようとしてた、はいはいはい、ほんでそこにあなたが現れたわけ。まあほんでもうみんなもう手出すこともできないわけですよ、はあはあはあ、ほんでまあそのまだハッピーは来ないのかっていうことで。ないよ、ちょっと待て。君ハッピーハッピーマイネームイズハッピーイズイズイズみんなにハッピーって呼ばれてた。あ、ハッピーって。まだハッピーは来ないのか。はいはいはい。ハッピーが来なきゃハッピーじゃないぞって言われた。まあええねん。まあええわ。ほんであんた来たんや。来ましたよ、うん、それは。ほんでこうやってるわな。このシャーシャー。
屋上におんねんからお前屋上の入り口出たとこからこれで来たお前な。こうやってればな月島だ、まあ、まず一括ですわ。月島だ月島じゃなほんまは月島じゃなかったんですけどね。僕は犯人に勝手にニックネームつけますから。はい、後で聞いたら桑田やったらしい。それはまあいいじゃないですか。はいはい、月島ー、何やん返事せえ。いや俺桑田なんや。そうそれで何言っとんだよ俺。何聞こえへんねん。彼やあれなんだよね。あわやこいつ。なんで急に上島ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ね、おかしいおかしいおかしい、ちょっと来いちょっと来い。ボケられへんよ、ね、こんなんでボケられへんよ、ね、何やねん。伝説の説得をやってくれたね。こ無理だ。こんばんは。あれですね。何でございましょう。客がいまいち元気なんですよね。いやそんなことないですよ。そんなことないそんなことない。そうなんですか。みんな機嫌よ笑ってました。ね、まあ言いましてもね、もうこのガキの使いも今日でもう最終回。なんでやねん。なんでもかんでも。しかし、ガキもかい。本当私聞いてたら平成のお騒がせ芸人ですね。まあまあええから。いや素晴らしいですわ。まあまあまあ、まあ、言わしときゃええ。そんなにみんな俺のこと嫌いかいうぐらいにね。ごめん。ほんま俺のこと好きなのはもうお前だけやねん。ちょっと待てよ。ちょっと思いましたね。なんか久しぶりですね。でも久しぶりね、先生やっと飛びましたから、うん、あいつ。ああそうですよね、やっと飛んでくれた。ガタガタ抜かし上がってね。まあんなもん何が怖いっちゅう話やからね。怖いんだよ。怖いで。あそうですかね、うん、僕はあんたやってないかな。あのね僕ね、ああいうのほんまに全然怖いとかあんま思わないですよ。やりますか。いや僕ね違うんですよ、やってもいいんですけど、うん、僕はやっぱり前人未到の男なんですよ。どういうこと。生かした男なんですよすごく。あカーボーイやからね。そうなんですけど、うん、でね僕スカイダイビング自体は全然やってもいいんですけど、おお、あそうですか。結局スカイダイビングというもの自体を人が考えたものですよね、うん、でも人の考えたことをするのが嫌なだけなんですよ。だから誰もやってないことならやりますよ。いや別に構えんやん、上から落ちるぐらい。だから僕がやるときはパラシュートなしですよ。それをやる。おい菅ちゃん、菅ちゃんが半をついてくれるならやりますよ。俺はつかすよ。いやついてくれるならね。でお前もそんな相方みたいなら僕はやりますよ。ビトーンですよ。ぺったんこいみたいな。そりゃもうすごいですよ。松本だからビトーン。パシャーいますよ。うわーいってもういろんなもん飛んできますよ。ベローンとしたもんね。ベローンとしたんとかもう何やあの中華麺とかもバーンって飛びますからね。飛ぶ前に食うなよそんなもん。それでもいいなら僕はやりますけど、それは誰も許可しないじゃないですか。違うがな、別にパラシュートしょって飛びゃええがな。それではそのなんていうのか芸がないじゃないですか。みんなでっかい風呂敷かなんか誰もやったことないですよ。風呂敷ね。でもね、いやこうやって話してる分にはみんなああああ言うんですけどね、いざやってみたら結構その絵サブかったりするんですよ。サブはと思って帰られるかも。いやいや帰るな。死ぬの見届けるよ。ちょっとねどうなんですかね。そうですか。大変ですね。何がいいの。いや別に大変やれへん。まあいろいろ新番組も始まりましたですね、はい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 、どうですか。だから結局あれだけでしょ、月曜のあのいつものおしゃれなドラマやる枠、月曜の9時もうあっこだけでしょ。来数字取ってんの。ほんまやね。もうなんかもう内容もドラマ内容もピーあれだけ数字取ってんの。
この間も俺たまにテレビ見たら思ったら、アホばっかり出てくるやんか、アホみたいな女のレポーターがね、たこ焼きの美味しい店に行くとか、たこ焼き屋に行きよるわけよ、ほんでね、たこ焼きがそのなんか行列ができるようなたこ焼き屋に行って、はいはい、ほんまらかしの女がさ、たこ焼き出されてパクッ、美味しいシュークリームみたいアホかと、食べ物を褒めんのに食べ物出してきてどうすんの、あんまええやん、ほんならもっとアホな女がね、綺麗な景色見てね、綺麗ええみたい言うとんの、なんやそれ、なんむちゃくちゃやん何がむちゃくちゃやね景色を見て絵描いてるわけやからね、いやまあ そうやどっちが先かもう分かってへんわけですよ、いいなもうそんな、だってホタルがバー光ってんの見て、今の時期あんまりいいなもうホタルバー光ってんの見て、綺麗ホタルイカみたい言うても一緒やそうやけど、まあ、いいなでまあその先のドラマに対しては毒舌なんですよ、いやもうええやんもう軽く終わってるもんな、戻さんねえやんまだこの時期にね、フジテレビのこと、まだそのドラマのことを言うとまだ戻るから、もうもうええねん、ほっといたらええねん、これはもう全部お前の指示通り、なんでやねんもうお前にマインドコントロールされてる松本右や、松本右や、後ろ後ろ言われて動いとるだけやねんどうしましょう、いや別に何も、うん、まあ、運動してるかしてるよ、 そうあんた何や、部屋になんかトレーニングのなんか機械買うとか買えへんとかやってここで言ってあったことあったけど、テレ東かなんかで宣伝してるね、そんなん買うなよ危なんとか言うやつあの腹筋のやつやろ、なんかこうなんていうのはシーソーみたいな軽く腹筋が、そうなんですよ、そうなんですよ、ただね、あのあれなんですよ、こうね、こうやってね、こうやるじゃないですか、だからここがこうなんていうの、こんな感じなんですよね、でこうこうやるんですけど、ここで支えてるわけですよ、この2点でね、でこうやってるとね、だんだんこうずれてくるんですよ、だんだんこんなになってるんですよ、くる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 回ってきてるんですよ、まっすぐ上がれるんやったら回っても別に構えてないちょっとね、ストッパーがやっぱいるんですね、あでストッパーちゃんとかかってやらないと、はいはい、あのダメみたいなんですよ、今何本ぐらいすんの、僕のやつは5,800円です、なんでやねんなんでやねん、ちょっとええの買えよ僕はね、ジム行ってるんですよ、うん、そう、なあお前はほんまにすごいな、そりゃやっぱゴケ殺しやな俺がいつゴケさんなんでやってへんやん、すごいなあ、スポーツジム行ってる、体を動かさないと、あのなバンダナみたいなのつけてんの、そんなんつけてそんなんつけてないよ、バンダナみたいなのつけてここ袖ビロビロの T シャツ着てんのそれはあの UCLA なんやお前どんな印象があんのねえ一緒に行くお前と俺とは基礎体力が違うもん瞬発力が違うじゃないどういうことよこの瞬発力がね僕はこれノウサギの瞬発力だこんなんできないもずくやん、それもずく不可能を可能にする男、松本さんにお願いです、はい、今から1分間、番組の分間視聴率を最高にしてみてください不可能を可能にする男って書いてますか、ね、はい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 、はい、1分間ね、はい、あ、いいですよ、どうさもないことですから、あ、ほんまですか、はい、お願いしますよ、ただまあ、これはタコつくよ、毎分ちょっと上げときゃあと楽やんか、いいですよ何分まで上げましょう、それ言ってください、1分間のことやったらもう25ぐらいまでちょっと上げといてください、25まで上げときますか、
わかりました、うん、じゃあ25まで、今がこれが何パーかわかりませんけども、はい、今こっから段階でね、とりあえずここから25まで、25まで上げといて、25ぐらいでいいですか、このままそうです、25で、とりあえず1分間の間25、1回上がってくれりゃ、あとはまあいいじゃないですか、はい、わかりました、はい、はい、じゃあ、スタートで、いいですか、はい、はい、じゃあ、スタート何やねん、乳首を触るやらせや、乳首をやらさなかったそういう意味のやらせ言ってて、なんで止めんねん、今も21ぐらいまで行ったじゃないか、でないっちゅうねん、今からやっちゅうねん、何ももうせっかく21まで行ってたのに、行ってないっちゅうねん、あかお前は、で今のスガちゃんどんな顔してたか、どんな顔してた、だから浜田ダメなんだよなんで止めんだよ、なんで止めんだよ、あげるに越したことねえじゃねえか、だから浜田は汚れなんだよそりゃそうですよ、プロデューサーとしたらそりゃそうですよ、せっかく25がそこにあんのにはね、わざわざ止めることあれへんがな、誰が見たってさ、上がるとは思わない、上がってるよね、今ガンガン上がってた、思いっきり来てたかな、今ビンビン感じてたもん、それならもう一回やってごらん、もうでけへんでけへんねん、これぐらいのことやってええがな、今バッとあかんな、もうちっちゃったのに、惜しいことしたな、まあまあでも今のでもビクンって上がりましたから来週見ましょうよ、今のでどれぐらいいったんやろ、もう今ので時間短かったけど 5% 上がりましたね、スタートの前より 5% 上がった、あのね1、2、分からんのそんなもんそんなもんで言ってるかスタートって言うた前よりも 5% 上がった、もちろんです、うん、上がってます、うん、上がってなかったらどうしよう、何が、いや上がってなかった、アホかお前、いや上がってなかった、上がってるに決まってるっていや、だから上がってなかったらどうしようって、どうしようってどういうことやねん、いやそれはやっぱり何かしてもらわんとこれ山崎も20超えるってあかんかってあんな目に残ってるわけですからね、ちょっと待ってくださいよ、5% ですか、いやあんたが言ったあんたみたいにスタートの前よりも 5% 上がった、お前が止めへんかったら上がってたんやね、そうお前が止めたから、いやでもあの短い時間でもう 5% 上がってたんでしょ、いやそうは言うてない言うたやん、そんなこと言うてない、人なこいつ言うたて、でも絶対上がってるからね、上がってなかったらうちあのスタッフやとかみんなで考えていいか、あんまりこのテレビであの松本さんのこんな絵あんまり見たことないよなっていうのはやっぱやってみたいですよね、そうなるとね、いやお前ケツ縫うとかやめてくれよこれ何がおもろいねんお前のケツ縫って、あちょっと待てよお前、それはどうなんや、俺は番組に貢献したんやぞ、まあ下がってたらそれは罰も多少わかるで、お前いやそれで下がってたらってあんたそれはやらしいよ、さ下がることあれへん、それはあ上がってああ上がるやろうけど上がることは あるけど、お前なんで俺裸の大将みたいな、お前が上がってんじゃん上がりっぱなしじゃないガクガクやないか、いや絶対下がってないから、絶対上がってんねんけど、上がってんねん、5上がってるかどうかっていう問題じゃないですか、際どいな今の数分ではな、あれ数秒間やからな、お前のツッコミ入れる、えどういうことどういうこと、俺が止めた止めた、うん、とこまでのもうちょっとこっちまで行こう、えちょっと待ってちょっと待ってもうちょっと、なんでやねん、ボケとツッコミが合わさってあることこれだけじゃよお前つらいやねんお前そんなもん、何が罰やねん罰って何やねんもうええやん、もうこの話はそういうことで言っとこうやん、もうそのスピードとかああいうのやめような、速いのとか速いのはほんまやめて、うんうん、あと高いのもあんまり良くない狭いのもあかんねんお前遊びたい大丈夫大丈夫考えようよこっち
ね、じゃあ一応皆さん最後に。やってるんですかね。芸能界の結婚世話人と言われたあの河合俊一の結婚をも世話したという、はいはい、真の芸能界の結婚世話人松本さんに。キューピッドですな。交際中の彼女の両親に結婚を申し込みに行く場合どういう態度でいれば好感を持ってもらえますか。あのねやっぱりね この人は出が違うなっていうことを思わせた方がいいんですよ。いいとこの出やな。それは金持ちとか、それ後でバレたりしたらかなんがん。違うんですよ。それは君まだアホ盆栽やねお前は。いいとこの出というのは教養という意味ですよ。ああ何もお金持ちやとか、うん、家にピアノがあるとかそんなことじゃないんですよ、うん、気持ちが、うん、なるほど。心が澄み切っているというか心がええとこの子わかる、はい、っていうことを、うん、やっぱ相手の親にはガンガン伝えた方がいい。なるほど、うん。例えばどういうのか教えたら。例えば言葉の下に、うん、のし。もう分からん。お宅の娘さんを嫁に欲しいのし。あんたやっぱり狂ってるよ。幸せにするぞのし。もうええわ。もう痛い痛い痛いね。こうそれでもダメならゾンナはもしや。痛っ。ほんな帰った後にやっぱりうちの娘は違うと。違う意味でな。えらいもんと付き合うとんなって言わないと。もうそれはもうこんなんですから。そのもう行った時からもう態度です。態度ちょっとこんな状態で、ハンカチとかハンカチとかをこうできたらここに持ってる。すげえな。どんな格好すんの。まあまあまあそう、まあ紫っぽい地盤みたいな。嫁に欲しいぞなもし。で、まあ、出されたこうお菓子なんかでもこうポッポリポリッポこう食べてる。わかります。それでかいように見える。俺はもう絶対でかいですから。もう間違いなく向こうの親もう納得ですよ。納得。反抗してもたらええよ。何回でももうてくれ言いますよ。向こうの弟とかも納得できますよ。もう弟がもう遊んでよ遊んでよお兄ちゃん言いますから。元気で活発だのし。今日は消化しないことがいっぱいあるわけですか。今日は消化せなあかんことが山ほどあります、はい、先週ご覧になりましたか。あの、ね、私ね、ちょっと忘れてたんですけどね、今というか先思い出しました。思い出した。はいはいはい。1分間の間に 5% 上げると。そういうことですね。そういうことですよね。どんなことしましたっけ。何がですか。 5% 上げるために。あの1分間の間ですか、はい、これで、はい。何や、また上がってもうたからね。まあ別にええけども、まあ、今週は分からん。でも選手はどうやったか。ちょっと見てみましょう。 ありがとうございました、はい、おう。さあいいですか。はい、松本さん。はいはいはい。ここ1分間なんですよ。あ、ここの1分間ですよね。この間これが理想系。これ 理想やったんかい。5% 上がるということはここまで上がらないと。理想は理想なんですか。そうですよ。俺上がってるやんと思ったよ。あ、理想なんですか。 5% ということは、はい、約ですけど、はい、200万人の人間がこの瞬間にガキを合わせたということなんですよ。わかりました。約200万人、はい、見てみましょう。はい、これね、はい、ここから順番見てください。はい、これ順番。ここ今こんなに上がってますよ。ここ上がってますね、はい。さあ、ハガキの、はい、だんだんハガキが入ってますね。だん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 さあ、ここから、ね、ああ、なんかいい感じですよ。いい感じですよ、ちょっと上がり目ですよ。ちょっとね、ちょっとね。さあ、この1分間だん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 なだらかやな。
ちょっと待ってくださいよ。上がってることは上がってるじゃないですか。多少上がってます。上がってますよね。どう上がったか。はい。0.6% でも下がってへんもんね。これはすごいことじゃないですか。いやでもそんなの関係あれへんやんけ。これはこれは逆にあなたの罰ゲーム。なんでやねん。我らお前 5% 上げる向川さんちゃうから俺ら。まあでもこれが上がるきっかけにはなってますよね、かなりの。まあ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 ね。え、それでまあずっと言ってますからね。まあでも 5% にはならなかった。 0.6 でした。はい。さあ何してもらいましょう。いや別に何するっちゅう、だってもう何もあれへんからね。何が。いやいやいや違う違う、金もないし何もない。金あるから。金山ほど持っとるから。いやいや違うがな。何ですか。やっぱあんたが言い切ったことですから。この間も言った通り。言い切ったっていうか。何しよ。まあ俺これやってるから腹筋大丈夫。いきなり来んなよ。まあ俺はこれがあるからよかったよな。軟弱な男ならもうひよりのりもなってるよ。何ですか。いやいやだからそう、罰ゲーム。なんで罰せなあかんねん。上がっとんやから。上がってないやん。5% 上げる言うたやん。5% なんで上がるわけないでしょ。おいおいおい。あんたが言い出した。消費税でもあんだけ時間かかってない。だって分からん。5%。かかって風刺も入れながら。はいはい。まあええけど、そんな。なんやねんだから。からちょっと、まあ、いろいろね、我々こうスタッフといろいろ話をしまして。今あなた今おっしゃった、あの腹筋のあれ。はい、腹筋のやつ。はい、ありますよ。例えばですけど、あれのテレビショッピング。ちょっと待って、ムキムキの外人がランニングに短パンでこうやってるじゃないですか。あれをあのおたくさんが。でも待ってくださいよ、日テレにそんなんありました、テレビショッピング。あるんですあるんです。うせやん。あるんですよ。そんなんやってたっけ。やってるんですやってるんです。でもあれは海外からのビデオを流してるだけでしょ。いやできるんですよね。カリフォルニアに行くの俺が。いやなんでやねん。でやねん。どこでやんねんそれ。ちゃんとさスタジオ撮りますよちゃんと。あなた自分でこうあれやって、でテレビをご覧の皆さんにおすすめ。僕も自腹で買いました。いいじゃないですかこれ。それあと何があるんですか。あとあの復活ひとし&あきこの漫才。これはあの秋学園祭のシーズンですから、学園祭待ってもらおうかな。あのね、うちのおかんがね、あの最近ぐんぐん図に乗ってきてるんですよ。また、はい、ほんでね、この間電話あった、昨日や、そうや、昨日電話あったんですよ。ひとし、ありがとうっていきなり言い出すんですよ。何がいいの。何やねん、何がありがとうやねんって言うたら、大阪の方でコマーシャルが決まった。ちょっと待てと。何のコマーシャル。なんか日清の焼きそばやねん。このババ CM 決めてやがるぞ。いいがな、おかんはおかんで。それで OK したんか言ったら、うん、したって言う。いやそれはありがとう言うぐらいからしてるやん。あと、はいはい、これすごいですね。何でしょうか。ロッテの、あロッテいいじゃないですか。クールミントガムってご存知ですか。皆さんご存知ですか。あのペンギン、ペンギンの絵のある。どうですかペンギン。ペンギンの格好するんですか。あのガムのところのペンギンがあんたなんです。それは僕美味しいじゃないですか。僕何もしなくていいでしょ。写真は撮りますよ。そうなの。ロケ地南極。なんで構えへんやん。これから寒くなるこの季節に。やっと寒なってきたなぁ言うてるこの季節に、何で南極行かなあかんねん。行って撮るだけやがな写真。いやそれちょっと南極までどれぐらいかかんのよ。いやすぐすぐ2、3時間かな。それぐらいやったらどう。俺が中途半端な乗りツッコミで2、3時間のわけないやろ。そうそう、そのトーンで言わない。まあそれぐらい。なんでやねんお前。遅いわ。もうええけど2、3時間もうええねん。2、3時間のわけないやろ。
前。いや、南極なんもうええっちゅうおもろいな。いや、もうええねんて。なんそれ俺に選べって言ってんの。いやいや、いろいろこれぐらいは用意してるからね。まあ我々にしたらそれはもう南極行ってもらう。いやでもね、やっぱりね、客としてもね、やっぱりなんていうのかな、まあ今日来てる客なんかでもほとんどまっちゃんファンなわけですよ。やっぱり客はね、ひどいと、まっちゃんかわいそう。ちょっと待って、めちゃめちゃ笑ってるやん。まっちゃんかわいそうっていう気持ちはもう拭えないわけですよね。否めないわけですよ。いや、わけわかんない。浜ちゃん傲慢。まっちゃんなんかよりずっと浜ちゃんの方が傲慢。いやもう傲慢でええ。なんでこれがパスリングせなあかんの。いやいや違う、自分で言い出したことや。ここで自分にやらしとかな、またこんな機会あれへんからね。これはもうプッシュプッシュでいきますよ、うちは。いや悪いけど、うちはって俺は外の人。南極行っとこうや。ちゃちゃ、どれを指したいねんな。南極。ほなお前はどれをすんねん。なんで俺がすんねん。俺今までエビアン行ったりシャーベントルに行ったりしとるから。シャーベントって言ってて、ニューヨークまで行かされるか。え、喉詰まったエビアン取ってってって。あんなのそこに。お前はその時何してんだ。何してるって何。俺がその罰ゲーム生かされてる時にお前は一体何をしてるんだ。オンドレは俺がエビアン行った時何してたっけな。お前がエビアン行った時は俺もずっと死にかけてた。ほんまスケジュールがちょっとマネージャーに聞いてみな。いやいやいや、もうガラガラやろ。なんでガラガラやねん。いや、うちなんでか知らんけど急にガラガラになってるから。じゃあとりあえず二曜日はもうガラガラになってましたよ。げんこつ行くか。ちょっと勘弁してや。じゃあねえな、そういうとガムやで。何やねん、そんな悪いことしました。で日本代表はかなりヤバい状態です。ヤバいですね。あれやこれやといろいろな人間がうんちくを垂れていますが、うん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 、これで大丈夫、うん、松本龍、これをやれば日本代表はワールドカップに行ける。なるほど。を教えてください。なるほどなるほど。まずね、うん、選手みんなに僕は一言言いたい。なるほど、言うたれ。全員そうですけど言うたれ。やっぱりね、酢を飲め。毎晩まずそっからやな、うん、なんでなんで。いやもうこんなもんやけど。あら、うわ。ちゃんと言うてよ。あのね、はい、じゃあ言いましょう、はい、ロペスって言うでしょ。はいはいはい、あいつの当て字はおかしい。あっちね、それ試合に関係ないがな。あれじゃあロピス。なんやあれは。ペーってないんか、なかったんか、あれ当て字で。まだ北の方がええんちゃうかな。いやでも、それ違うか。いやそれも、それは違うやん。それペーか、うん、ペーってないか、そんなになかった。あれ探したやと思うねん、必死で、うん、あー、はいはいはい、まあ、ローはまああれでええわい、うん、ね、スーはどんなやん。スーはどんなやったかな。スーはこのナスのスーか、ナス高原の高須のね、あれやな、あれや。それは良かったやん。ピーが、ペーがなかったやん、ペーが。へーっていう字はあんねんけど、これではあかんやろうと。でも知らないか、ピーにしとんねん。ロピスで、ロペス、なんやそれ、サブ。最近日本でもアメリカのように患者に眼告知をしようという傾向があります、うん、はいはいはい、はい、実際医者が患者さんを前にするとうまく言えないと思います、うん、患者のことを思いやり、傷つけないようにするにはどういうふうに告知すればいいのですか。なるほど、これは本当にとうとうこの番組もそこにの壁にぶつかりましたね。さっと喋れ。あ、書くなよ、ほんで。忙しいわ、俺も。もう結局ね、やっぱりあの衝撃的なことですよね、うん、でもそれを言わないと、うん、一人間が一人間に対して言わないといけない。そうなんですよね、うん、ちょっと
医者も見てるでしょうから、ね、やっぱり言葉の下にね、のしよって。お前な、人が生きるか死ぬかや言うてんのに、 あんたがんやのしって言うて、叩き殺されるぜお前。そう僕は同じことは2回言わない。言うたらええ。頼むわ。嘘、冗談。そうでしょ、冗談やがな。OK よ。いいですか、はい、やっぱりね、人間何が不安かというと、うん、なんか寂しさから来るんですよ、不安っていうのはね、うん、この寂しさを取り除いてやるんです、うん、ね、寂しさ、これはがんに関してだけじゃなく全てのことに関して言えるんですけども、うん、言う前に何か相手に辛いことを言う、例えば脇がでも何でもいいです、うんうんうん、何でもいいです。相手に何か言う前に、うん、俺もそうやねんけど。あ、それはいいかも分かりませんね。いいでしょ、うん、いいですか。でも嘘丸出しやねん。仮に嘘やと思ったとしても、はいはい、その優しさが嬉しいじゃないですか。なるほど、そうでしょ、はいはい、なんて優しい人やろ、こいつに怒ることはできない、はい、俺の脇がが悪いんだ。そう思うわね。そこに行き着くわけです、うん、だから医者もそうあるべきだと思うんですよ。なるほど。俺もそうやねんけど、あんたがんですよ。もしくは笑ってしまうんやけども。いや、それあかんわ。それあかんわ。俺はあかんわ。どんなことがございますか最近は。じゃあこれは どうなんしたんの。いや、なんかできたんですよ、うん、1個できてもう1個できて合体しやがってちょっと大きなってるんです。あ、それやばいね。自分もできてるやん。何がいいんだ、ここに。あ、これね、多分ね、あれやと思うんですよ。何、なんていうのかな、あれが溜まってるんですよ、性欲が。あ、そうなんですか。発散してないですからね最近。あ、そうなんや。ええ、うん、僕ね、ちょっとこんなことプライベートなことを言うのもなんなんですけど、うん、もうオナニーをやめようと思ったんですよ、うん、やっぱりええ年こいてオナニーしてたらあかんなと思って。この間オナニーと別れたんです。それでも大変なことやろ、やめるっていうのは。まあ泣いてたけどね、向こうもかなり。向こう、いやいや、だ向こうっちゅうかな。オナニーの方も辛かったと思うけどね。もうやめようって、これっきりにしようやってオナニーには言ったんです。はい、もう女にもアタッシュケースに荷物詰めて。、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。長い間ありがとうと、もう二度と恋はしないとかわけのわからんこと言うて。お前や。それお前や。もう洗濯物は置いていくわ言うてね。でもう出てきました。もうちょっと笑えや。おもろいとこやん。やめれた、ほんで何が。何日やめてんの。2日。そんなもんやめたうち入ってへんがな。そんなもんやめてへんがな。お前2日やめたらすごいで。ほんなお前今まで1週間に何回超えてたんや。な、1週間もないの、1日に3回は超えてたん。当たり前やがな、止まれへんがな、そんなもん。なんまでもこけるがな。誰やの。やめましたよ。毎日やってたもん。やめて。やめたんですよ。今2日経ってる。じゃあっていうのはやっぱりね、例えるならば、はい、ああいうものっていうのはある種リハーサルですよね。でやっぱ稽古をやりすぎるとね、本番うまいこといかない。どういうことそれ。だから稽古にあんまり時間をかけすぎると、はい、本番の時にテンションが上がらないんですよ。わかります。違うやん、本番と稽古は。またはいや違うんやけども、うん、なんかもっとこう敏感にさしときたいわけですよ。それをもう、それはな、お前がやりすぎやからやって、毎日毎日一日置きぐらいにしとかんと。それやったらお前はどんなもんやねん。まあでも俺も。まああんま君と変わらんかな。なんでしゃぶれてんねん。いや、ね、中学生ぐらいの時は、はい、そんな30過ぎてね、そんなんやってると思えへんかった。そんなん思えへん。絶対そんなんやってん、大人はやれへんもんよって思ってたやろ。今34ですよ、全然やってしまうんですよ。びっくりするよな。バリバリやからね。バリバリや。ということは俺が小学校ぐらいの時、まだ俺の親父もまだやってたんや多分な。やってた。
考えたらな。そりゃそうやから、うん、でもうやめよう思って、 そういうのはあかんなと思ってるんですよ。あ、そうなの。うん、もうビデオ屋も行ってないね、ほんだこの2日は。うん、まあそうですね。どっちなん行ってんの行ってないのどっちなん。うん、まあほんま昨日やってんねんやってんねんけ、なんで嘘つくねん。なんかちょっとかっこいいかな。かっこいいことあるかい。そのままなんか腹立ってきたなんでそんな嘘つかれなあかんねん笑ってるでおいなんで嘘つかれなあかんねん違うんです。あ、もうこんな話いつまでもしてもしょうがないんだけど、はいはい、ちょっと一つだけ言わせてください、はいはい、僕ね、無声ってしたことないんですよ。なるほど。で、一回ぐらいしてみたいんですよ、うん、で今までなんでせえへんかったんかっていうと、うん、多分そんなに食べたことがなかったからなんですよ、ね、出しすぎで、一回ぐらい無声をしてみたいじゃないですか。なるほど。それでまあちょっとチャレンジしてみようかなっていうのは正直あります。でもまあお前はもうほんまやめなあかんです。なんでやねん。だから子供もおるし関係あれへんやん。別に目の前でやってるわけちゃうやん目の前でやったらそれは子供もびっくりするお母さんお父さんが早くね、こんな話膨らましてもしょうがないハガキ行きましょう。おう、ええこと言うね君、はい、うん、ハガキちょっとさすがやね、出してください、うん、サイボーグ、あサイボーグ高一やんかこんにちは。あ、彼がサイボーグ、彼がサイボーグ高一やで。たまたま見てたらしいですよ、はい、あ、そうですか君なんか喋らせたら具志堅よくちょっとサイボーグ高一っていう名前は気に言ってるんですよね。はい、誰がつけたんですか。あのジムの会長ですねえ、もうどうせなら今度復帰した時ね、その上にさらにそれ行けとかつけたはい、つけます。発信とかねえ、それぐらいつけた方がいいかもわからない、ね、発信、はい、これもなんかね、うん、もうちょっとなんかあった方がいいかもね。あ、サイボーグらしいな。あ、そうやね、もっとこの辺がカクカクしたようなのか。あ、そうやね、もうそれも思うわな。うん、でもっとこうなんかコードとかいっぱいこう出てる方がバチ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 ショートなんかして、うん、そうそう、で会長ももっと博士みたいな格好した方がうん、うん、まあそれはこっちでまだ用意するけどみんながシャワーを浴びて寝室に戻ってきた時、ええ、一体どうしていれば一番かっこいいのですか、うん、かっこいい言われてもな。あなたどうやって待ちますか。例えばね、はい、こうちょっと待ってシャワー浴びてくるからって言ってね、はいはい、でまあ行きますよね。ガチャッとこう、ああまあ多分バスタオルかこうなんかまあ腰かどうか巻いてますからな腰腰まあまあ巻いてますやん、うん、まあ、まあ腰でもどこでもいいですか。まあまあ普通こうでしょ。ああそう、まあまあね巻いてますわ、うん、そういう時に、うん、いつもはどうやって待ってるんですか。まあでも全然普通にベッドでこんな感じですかね。青春の門みたいな感じお前なかなかやるなみたいなそれはダメですよ、それはダメ。それではやっぱり女性がそのままなんでそんな体勢なの。いや話してあるから女性がそのままやっぱ行きにくい、入って行きにくいですから。あ、そうですか、うん、それはダメです。どうしたらいいですか。まあ3つ4つありますけどねすいませんけど、でも一番かっこいいのは申し訳ないけどやっぱ教えられない。なんでですか。だってそれは僕が長年かかって編み出したことですからね。ああ、そうでしょ。いやもういいじゃないですか。ちょっとあら、僕はもう研究に研究を重ねて、うん、まあ、お願いします。高1の時に考えたやつなんですよ。古ーまだ使ってんのかいな
お前よ。教えてくださいよ。じゃあ二番目にいいぐらいのやつは君らに教えてあげる。まあええわ、ほんなら2番目で。ああいいですよ。女性がパッとできた時にね、もうパンツ一丁でこう壁にこうもたれながらね、こう文庫本読んでんのよ。来た時文庫本読んでんでしょ。これすごいかっこいいじゃないですかね。うん、読み終わるの待たなあかんで。そんなことない、そんなことない。だからパッと入ってた時にこう文庫本をこう読んでて、で、おう来たんかいって言った時に、このここがこっからがかっこいいわけですよ。バスタオルをシュッと取る。ほいでパッて挟むの。次どこか分かるからね。続きが次の続きがね、続きが分かるからね。それでまあそういうことですよね。一番ええの何がいいの。一番ええの聞きたいね。まあほんで後で言うわ。はあ、後でってどういうこと。ちょっともうちょっと時間経ってからやな。一回ちょっとね、うん、はい、考えねんな。考えるじゃん。あんねん、現実にも存在しとるんや。あとはリボンをほどけやええだけや。そのリボンをほどくのちょっと待ったらんかいと言って。ああそういうことか、ね、動物が人間に危険を知らせてくれることはよくあります。ウサギが騒ぐと地震が起きたり、鳥が騒ぐと火事が起こったり、うん、その他の災害を教えてくれる動物たちの行動を教えてください。そうですね、何がいいでしょうかね。何でもいいですけどね。まあ言ったらそれにうろうろしてる犬とかでもあるんですか。あ、犬でもありますね。あ、そうなんですか。うん、例えば犬がどういうことしたら。あ、ああいうのもあるじゃないですか。猫が顔を洗う。犬はや何犬はや何何よっていや、犬の話をしてるんで、犬あるんですか。犬あるよ、ちゃん。え、犬ある言うとるかな。はい、はい、なんそれちょっと教えてください。まあ簡単に言うとね、うん、何も浮かべへん。浮かべへんけども、うん、もうパニックにもならん。20連続や。もう横になりたいぐらい。おもろ今のおもろ。でも、はい、こんなこと言ってたって松本なんや逃げんのかよと。ああ、それは言われる。僕はね、人に背を向けるのが一番嫌い。それはあかん。だからそんな逃げ方はもうこれで逃げへん。これで最後にしたいと思う。え、これで最後。今回だけは最後。今回だけは逃げさせて。思いっきり背向けて逃げさせて。女がシャワーを浴びて寝室に戻ってきた時、一体どうしていれば一番かっこいいのですか。ねえ、君もなかなか本当に相方殺しだね。いいよ。いや、あんた今振り張ったから。そうですか。うん、なんかあのあれですよね、はい、いや、僕ね、はい、すごく感じてるんです、うん、客の一人一人の気持ちがすごい感じてるんです。どういうこと。松本まだごちょ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 言いながら、うん、逃げようとしてんちゃうかって。なるほど。思ってるでしょ。あ、アホ、お前そんなことあるわけないやろ。なんだよ。生兄貴、ママへ。何だよ。解決するっつうねえ。そうそうそう、それお前やばい。なんやかん言いながら考えとるっちゅうのな。その今考えとんねん。ボンと出すっちゅうねん。お前らいやいやいや言うから喋られへんっちゅうねんな。一つ言う力を見せたれっちゅうねん。わしも長いこと横って分かるっちゅうねん。やる一つやかましいよお前。松本さんが石原軍団だった頃、うん、一度だけ舘ひろしとやり合ったことがあるそうですが、原因は一体何だったんですか。ねえ、これはまああの舘側の言い分もあるでしょう。やがしゃ。何が原因やったんですか。あのね、僕はちょっと意見をしたんですよ。うん、うん、あの CM を見てね、うん、舘ひろしっていうのはどうなるの。最近ですやん。あれはええんかと。なるほど。本人、まあ、本人ちょっと言うたんですよ、うん、あ、っていうか峰に伝えといてって言ったんですよ、うん、龍太に、うん、な、峰がなんかちょっとおかしい伝え方したみたいで。あ、そうなんや。でも僕ちょっと事務所まあ1週間に3回顔出しますから。めっちゃ暇やそこにタチとこう
ばったり会って、ああなるほど、タチはちょうどなんやあれあれ給料取りに来てた時で手渡しかい、タチがこう数えてた時やったの、ふるー、あそう、領収書のなんかあんなんもあったらしい、うん、なんそんなんで、うん、ばったり、うん、ほんでどうしたのパッと思って、バッて追った時にあタチかと思って、うん、でタチがあんまり俺のことをええように思ってないっていうのを僕もまあ分かってたんですけども、うんうん、まあまあここは大人やしね、うん、無視しようと思って、うん、バーッと、社長のところにこう歩いて行ったら、うん、タチがこうやって足引っ掛けてきて番長や番長やね、何クソいうことで、別に大したことされてるよ、うん、まあいうことで、あとはもう殴り合いの喧嘩でしたね。あ、そう、うん、最後はあれ泣いてたんちゃうかな、僕泣いてた、ほとんどほとんど泣いてた、どういうこと、ほとんど泣いてた、半べそ書いてたからね、でまあ吉住が止めに来て、吉住、石原吉住、石原吉住、石原軍団なん、石原軍団ですよね、多分石原プロじゃないような気がするんですけどね、あでもたまたま来てたんですよね、はいはい、仕事くれみたいなことで、レディーズ&ジェントルマン、全ての人類に多大な影響を与え、あらゆる価値判断の基準であるゴッド松本様、教えてください。ありがとうございます。ヌードであるかないかの境目は乳首を出すか出さないからしいですが、そうですね、次のそれぞれの境目を教えてください。はいはいはい、ダンディーであるかないか、これはやっぱりヒゲを蓄えているか蓄えていないかうわー今日はまたすごいねんな汚れであるかないか、これは結局、うん、あ服を脱いだっていいんです、芸人でも、うん、芸人でね服を脱いでも、でもその時に上がってるか下がってるかです、下がってると汚れですよね、下がってると汚れ、はいはい、やっぱ上がってないなら脱ぐべきではないわけ、なるほどなるほど、うん、だからやっぱりあの脱ぐ人もね、うん、やっぱり脱ぐ前に自分が上がってるか下がってるかだけは確かめた方がいい、なるほど、ちなみにあの今田なんかは左右対称じゃないんですよ、おじいちゃんの古時計みたいになってる、うん、あれはまずいね、あれはまずい、あれはまずい、あれ汚れ、あれはやっちゃダメ、あれは汚れ、うん、これがええからあかんから言って、これがええんか言ったらこれもあかんよ、はいはい、これ言うとくよ、はい、うん、でこれもあかんよ、そりゃそうでしょ、こうやないと、はい、わかるね、はい、うん、ロリコンであるかないか、ロリコンであるかないか、うん、ここは難しいですね、そうですか、高校生を見た時、中学生、あ中高校生はもう興味ロリコンではないですよね、まあね、小学生いや小学生にキャンディーの棒でそれロリコンって言えへんやんルパンであるかないか、なんですのそれ最後の質問、ルパンであるかないか、あそれはまあ、藤子ちゃんがいるかいないかすいません、はい、だってそんなのしょうがないやん、いや僕が悪い8-2 でお前やろ、なんで、 How interesting. Top recording artist. How delightful. 全日本無駄毛少ない選手権で3年連続優勝したことのある松本さんに質問です、はい、ダサい選手権やな、うん、ごく稀に背中でも首でもない中途半端なところに縮れた感じの毛が生えている人がいますが、うん、あの毛は何毛というんですか、どこのこと背中でも首でもない毛、あのね、分からんけどね、この辺、多分この辺やと思うわ、うん、あこの辺、この辺、肩の、あ、おる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 な、おる、俺はないわ、うん、お前ボーボーやな、なんでやなあお前、なんか自分をちょっと傷つけられた時は今日お前もやんけ、ノリツッコミいうこともできへんのかよお前は余裕がないんかよお前には、お前もアップアップするやん、何もそんなにカリカリしてんねんお前やがな、これ肩毛でしょ、ここのうちの兄貴とかすごいですよ、あとうちの兄貴この辺とかもありますね、この辺ないのにこの辺だけポツンとこうあるんですよ、
え、ここのは何ですか。え、ここあの、血毛じゃなくて、血毛じゃなくて、ここに入ってるやつおるよな。おるって、あの、オグちゃんみたいな人。まあでもあれは全体的に血毛なんでしょうね。血にやっぱ生息してるわけですから。あのね、ここ何毛かしてますか。え、これこれ何毛かしてる。え、うなげって言うんですよ。うなげ、うなげ、ここ。あのね、結局だからその理由を説明しないといけない。なぜここに生えてるかっていうの。ああ、なるほど。こいつらは、うん、あのなんていう、あのなんていうのかね、次を狙っとるわけですよ。え、どこに行きたい。このままでは終わりたくないわけですよ。だからここからどこに行きたい。どんどん上を目指しとる、頭を目指しとるわけですよ。頭を取りたい。なるほど、なるほど、っていう気持ちがすごく強いわけですよ。はいはいはい。だから、うん、どん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 ほんまはもっと上に行きたいという気持ちがすごく強いわけですよ、うんうんうん、だからまあいわば、サブうなげというか。わからないですよ、僕は全然。そんな、なんで喋っとんの。いや、なんか俺の時間かな、なんか。いや、俺の時間とかそんな問題ちゃう。俺の可愛い子ぶる時間なんかな。可愛い子ぶってんのか。全然可愛い子ぶってへんがな。何やねん。分からへんけどね、それ。え、それ、なんそんなこと言うたんかって。知らんやったら、なんで勝手にそんなこと言うたんの。何いやいや、知らんのに何でそんな勝手なこと言うとん。分からへん、もうそれ。それ意味分かれへんって。俺は分かるけど。いや、分かんねえやったら言うてくれよ。それ客には分かれへんって。分かるって。俺が言うてくれた。あの言っておかないといけない。まだかいな。何やねん。違うんですよ、僕、まあ、いろんなとこ行ってもね、いつ南極行くのって言われるんですよ、うん、南極いつ行くの、もう行ったのみたいなことをね。ところがですね、いや、僕は行こうと思ってたんですよ、はいはい、行こうと思ってたんですけども、ちょっとある事情で行けなくなったんです。そのある事情っていうのはちょっと、うん、あの説明すると長くなるんでね、うん、もうええかなと思ってるんですけど、はいはいはい、もういいですよね。いや、簡単に言うと寒い。まあまあ、いろんなことあるけど、まあ、結果的に寒い。いや、違うんですよ、違うんですよ、これ俺が悪いちゃうで。俺が悪いちゃうけど、なんかあの行くのに3000万かかるんですって。うん、しかも3000万かけた上に、上まで行って着陸できるかどうかもわからないんですって。そんな危険なところにこのスターが行くわけにいかないねえ。スター、いや、そんなところで僕が死んでしまうとね、はいはい、オーロラと俺とどっちが綺麗ねみたいなことが、ね、いや、ようわからない。オーロラオーロラともう一つ美しいものが生まれてしまうじゃない。いや、生まれへんやん。こっちを見たらええねん。いや、こっち見たらええよ。いや、本当に本当に、そう、いや、まあまあ、そう、いろんな、いや、僕はね、本当も行く気になってたんですけどね、これもうしょうがない、まあ、そんなんなんで、はい、ちょっと本当申し訳ないんですけどね。いや、それはもうしゃあない。これ松本が悪いんだっていうようなことだけには僕なりたくないんでね、はい、そんなんなんで、はいはい、すいませんね、だからまあ、浜田の方から皆さんに今日はアイスキャンディーを。なんでお前のことだったら嫌なのか。いやいや、俺は行きたくて、俺は行きたくても行かれへんねやから。いやいやいや、しょうがないやんけ。だからお前が、いやいや、行きたくても行かれへんねやったらお前が配れよ。いやいや、そりゃ誰がどう考えたってお前が何ででもアイスキャンディーやなんか分かるけど、お前の方がちゃんと謝らないかんです。俺はやる気になってたんやから、それはできへんようになったんやから、お前が謝らないかん。なんで俺が謝る。それはお前がその馬面でちゃんと謝る。馬面馬面なんか面白いけど、馬面で謝る。馬面に免じてね。すいません、ほんまはい、こないだね、そば屋行ったんですよ。そば、はいはい、屋行ったらじじいがいたんですけどね、うん、で、あれいくつぐらいやろ、もう70超えてると思うんですけど、うんうん、あれやね、やっぱり70ぐらい超えてもなんちゅうのかな、色気みたいな、
異性をこうなんか思う気持ちみたいな。いやそれはあるんちゃいますか。あるんやなあれ、うんうん、あのね蕎麦屋行ったらねマラソン中継見とるんですよ、うんうん、なんかマラソンでもあのリレーのやつ、うん、女の子なんですけどね、うん、優勝したらこうなんかファーッと紹介されるんです、うん、ほらね5人ぐらいおるんですけどね1人だけねまあまあ可愛い子がいるんですよ。なるほど。でインタビュー1人ずつこう、はいはいはい、受けていくでしょ、はい、その時にこうどうでしたかって、うん、ブッサイクのやつが喋る時はねジジイもほんまのジジイわかる。ああ2番目か3番目に可愛い子のインタビューがバーッと来た時にはジジイねリアクション違うんですよ。ああその3番目ぐらいのやつが来た時にはパッてこうでね可愛いって言うお前もなるわ多分お前もそんなにあれはちょっとなんか見たらあかんもん見てもうたような気になりますね。ああなるほど、うん、まあ、でもそうちゃうかな。でもジジイになってもそんなタイプやろ多分。いやまだなんか女のお客さん来てケツクーッと触るとかそんなことないでしょまだ。そのじいさんあのね僕ねセグハラっていうのは大嫌いなんですよ。オタク用してありますけどセグハラっていう流行語をオタク作ったみたいな。なんで僕はあの本当そんなのダメなんですよ。ウェーン言うのはありやもん。でもそのウェーン言うた感覚はどこへ行ってしまうんですか。ずーっともうなんかいやそんな残してどうすんの中学生やないよでも山崎とかやってるで。え山崎とかやってるよ。中学生やなんやからお前ついてないやな。なんやねんええやんけ。ついてないやな。なんで怒ってんねんついてないやな。ごっつ言え悪いやもうええやついてないっちゅうねん。ごめんごめん。なんやねん喋ったよ。もうええしつこいな。びっくりした。そんなんなんですよ。あそうですか。じゃあ張り切ってね、はい、馬面同士で頑張って。俺が面白いな。行こうフランスへ。松本さんの体のどこかに実はボタンがついていて通常時は保護されているそうですがそのボタンを押すと松本さんはどうなってしまうんですか。腰のとこに1個あるんですよ。そこにはプラスチックのこのカバーがついてるんですね。こういうやつあのそうあのなんかねぶつかって押せへんあそれはついてるんです。どうなんのそれ押したら。え押したらどうなの。人話聞いてる普段押さないように、うん、書いてるもん保護されてる。保護されてカバーがついてるんですよ、うんうん、ね、うん、だから押したらダメなんですよ。うん、ダメなんでしょ。でもダメやけど押してしまったらどうなんのって。じゃあ人の話聞いてるかって。何やねんそれ。むちゃくちゃ怒りますよ。お前がどうなるかっちゅうことじゃないんやな。何やねん。いや何をカリカリしてんねん。カリ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 してんのあんたや。何やねん。いやそういう答えやったらそれでいいですよ。何も怒れへんちゅうことじゃないですか。ボタンもないし。何やないがな。何や何や何でやん。毎年流行語大賞の選考委員長をしている松本さん、ありがとうございます。謹賀新年とか賀正などありきたりの文句では満足できないという上司のためになんか新しいその最初の言葉はないでしょう。なるほどなるほど。よし言うたれ。だからお前に聞いてんねんやっちゅう。お前に教えたったやろあれ。いつやねん。逃げよう逃げようとするなお前は。お前が今そうなんや。俺聞いてないわな。わしはどこにも逃げへん。わしはもうバッチリここで。いつもいつもちゃんと答え出せへんやないかい。うわごっつい歩きなくなった。また手やがなそれも。やらしいわ。流行語大賞そんなこと言われたらもうやる気せえ。まず俺の機嫌を直すことから始める。こんな公共の電波でお前はいつも逃げてる言われてみ。それはもう立たんわ。立たんねえかい。心のは立たんわ。そんな精神的にインポテンツや。わかるか。いやいやまあ言わんとしてることはわかるけど。こすってくれ俺をもっと。せやろお前は。何が俺が。え何言わば俺がやったとしたら、はい、お前は
擦る役目やろ。擦って擦って生かさないかんのやないのか。めちゃめちゃええこと言うてる今。そうやろ。ええやだから教えたれよ。何を教えてやったらええねん俺は。だから違うなんか言葉ないんか言うとんねん。分かった教えたろ、うん、また例えで申し訳ないけどまた言いましょう。それならばトークね、うん、こういうフリートークというのは、うん、ある種サーフィンなんですよ。ある種サーフィンなんです。サーフィン、はい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 。そして僕らはサーファーなんですよ。はいはい。お客さんは何かというと波なんですよ。ちっちゃい波もありましょう、大きい波もございましょう。その波を僕今待ってるんですよ。君というサーファーと一緒にね。僕は波板片手に待っとるわけですよ。ビッグウェーブ、まだ乗ってもへんのかいな。そう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 。それはきついわ。そらいつまでたっても波乗られへんわ。そうですか。そらそうや。何ふてくされてんの。したいですけども、これ今下手に飛び込んでいたら溺れるよ。俺かて死にたないがな、できたら。いや俺も死にたないがな。そうでしょ。まあそうやけどさ、行きますよ波さえ来たら。結構何にも言わずじまい。あ、これはカチンとした。なんでや。どうした今波来た。よし行こう。死んでんとか場所とかありきたりの言葉は嫌でしょ。新しい言葉を教えてあげてください。ちょっと長いお前。もう一個ぐらいちゃんと答えたってよ。ついてもへん体のボタンについての話。金が新年の代わりの言葉、これ何にも解決して、これどないすんねんこれ。どうすんねんこれ。せっかくギャグ持っとんのに一個ぐらいちゃんと答えだねって言わないじゃない。どうしたいんかはっきりせえ。俺も言いながら待っとんねん。分かった、じゃあ分かった。何や。もう俺はもう腹立った。こんな侮辱は俺はもう嫌やわ。次のハガキバッチリ。次かよ。次ってどういうことやねん。次ってこれは答えやん。終わったことは終わったこと。終わってないのだ。何やねん。何よね。次のあがきはほんまに誰一人、ここの客誰一人が疑問抱けへんように俺はしてあげよう。新幹線の座席はどうして2列と3列に分かれているのですか。もうでもこれ全然答えてないからこれぐらい答えてよ。 OK 分かりました。もうこれ最後でええからパシッといきましょう。はい。ドカーンと受けて、それからジーンと下げる。お前難しいこと言うてるね。新幹線、うん、新幹線を作る時のこと覚えてますか皆さんは。そんなもん覚えてへん。お前何帰る用意してんの。おい何何帰る用意してんの。帰る用意してんの。あれ渡しただけや。何やねんな。何やねん なんやねんな。だから何で2列3列やねん。おっと逃げようとしてるね。冗談きついわ。いや何どういうことやねん。なんやねん。なんか腹立つわ。なんでやねんな。すっごい腹立つ。ちょっと出して出して、ちょっと出して。ほらもうこうできた。もう3周目。お前らは今日はお前何者やねん。すっごく嫌な客だった。あ、ちょっと待って、うん、それ一番おもろいわ。だけどお前らのことを好きになります。お前が言い出したやんか。俺の話終わってないねんけどな。ええわもう。もうええわもう。じゃあこれ一本ずつ上げてもいいけど、一つ約束してくれるか。みんな家帰った時に、まっちゃんすっごく面白かったって。